武蔵野市の井の頭自然文化園で国内最高齢の象花子が死んでから間もなく1年になります。今日園内に献花台が設けられ多くの人が訪れました。去年5月に国内最高齢の69歳で息を引き取った花子は戦後初めて日本にやってきた象として知られ、長い間多くのファンに愛されてきました。文化園は今月26日で花子が死んで1年になるのに合わせて生前過ごした象舎の前に献花台と記帳台を設けました。さらに献花台のそばに花子が遊んでいたタイヤなどが展示されているほか、象舎の入り口に設けられたモニターで水浴びをしたり餌を食べたりする懐かしい映像を目にすることができます。訪れた人の中には花子がいつもいた場所に向かって手を合わせる姿も見られました。去年ね、亡くなった時はちょっと寂しくて、あっという間という気もするし、なんか遠い昔のような気もするし、たくさん思いっきりこう生きてくれた花子だったので、寂しいというよりはもう本当にゆっくり休んでくださいっていう気持ちが。その死から1年、花子へ贈られる花が絶えることはなく、今回献花台が設置されることになりました。献花台は今月28日まで設けられ、花子の映像は当分の間上映されます。